本当に寒い中、熱い声援をありがとうございます。今年の2月に、6代目を、閣僚を襲名させていただきまして、来年の2月博多座で襲名興行がラストでございます。本当に気合を入れ直して一生懸命務めたいと思いますし、今日というか、博多、福岡、九州のお客様というのは本当に熱いですね。いやー、今お願いをさせていただいて、頑張って見に行くよっていう声をかけてもらって本当に幸せです。すごくパワーをもらいました。そのパワーをお返しできるのは僕たちは舞台これです。2月劇場で待ってます。ありがとうございました。中村七之助さんにご挨拶をいただきます。お願いします。皆様本当にありがとうございました。今ありが申しました通り、本当に皆様熱いご声援で、前に若手で2月にこちらへお邪魔させていただいた時にですね、みんなで方のお客様すごいねと言ってる、今日も2人だけだったのでちょっと心配だったんですけども、すごく熱い声援をいただきまして本当に嬉しかったです。博多は私大好きな街でですね、先ほど1時間だけ、間が空いたんで中津の商店が歩いてたんですけれども、これからお練りありますって僕チラシを渡されまして僕が出ますと言ってました。そしたらあ、そうですねととってもそういう皆さんはね、街の人が気軽に声をかけてくださる温かい街なので、お客様に本当に助けられて、熱い熱い、お客様の中で熱い熱い芝居で返せるように、一生懸命やります。2月どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。そしてありがとうございました。じゃあせっかくなので最後の一言、ファンの皆様に勘九郎さんからお願いできますか。本当にありがとうございました。しかっぱ楽しかったですその発売に先駆けまして1日限定の記念クーポンを階段の奥のチケット販売にて売り場にて販売しておりますので、こちら販売本日18時までです。ぜひお見逃しのないようにお願いいたします。それでは最後になりましたが、ここで株式会社博多座代表取締役社長足塚秀樹より博多手一本を入れさせていただきます。社長お願いします。皆様本日はどうもありがとうございました。それでは2月博多座大歌舞伎、中村勘九郎6代目中村勘九郎襲名披露公演成功を祈願いたしまして、博多手一本よろしくお願いいたします。よーっ、もう一つ、どうぞ。ありがとう。